聞くのが早い。住まい相談は住んで。ではですね、日曜の夜にお集まりいただきありがとうございます。私住んでの南と言います。はい、一人講談社ですね、住んでの代表の岡野の二人で、今回1時間ぐらい時間いただいてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、世帯年収1200万東京カップル家探しっていうテーマでやっていきます。都内だけじゃないんですけれども、だいたいこのくらいの予算の方、年収の方に向けて、やっていきたいと思っています。まずですね、皆さん、気になっている相場の分析についてちょっと解説していきたいなっていうふうに思ってます。ご存知の通り、皆さんこのグラフ見ればわかるように、特に東京ですね、注目してほしいんですけど、一番上ですね、緑のグラフですね、一番上です。東京23区に関しては、ご覧いただいている通り、右肩上がりではないんですけれども、ずっと上がっています。このプロットしていくと上がってますね。単年で見ると下がっている時ももちろんあるんですけれども。で、2023年も、24年もおそらく上がるだろうというふうに言われていますね。首都圏全体で見ると伸びはちょっと収まってたりとか、あとで見ますけど、戸建てとかは少し伸びなかったりとかしてますけれども、都内のマンションっていうのはとても高くなっているっていう印象ですね。この周さん立ち上げて2年、宅建業立ち上げて2年半ぐらいかだと思うんですけど、この2年半でもかなり相場変化してる印象ですか？そうですね。もともとは4000万台で買えていた物件が、6000万台だったりとか、そういう変化はこの2、3年であったかなと思って、やっぱりポイントは共働きの方がこう気に入る物件っていうのが高くなってるっていうのが僕は傾向だと思っているので、全部が上がってるというよりも局所的にっていうのが牽引して、こういう風なグラフの推移になってるのかなっていう感想を持ってます。で、23区での理想の住まいはっていうスライドを作っています。皆さん当然新築で広いのがいいと思うんですけど、新築の、価格っていうのはすごく上がってますね。これは確か、新築で70平米換算ぐらいなのかな、ちょっと平米が書いてないですけど、どんどん上がっている。億超えたってニュースが去年ありましたね。そうなると新築で億っていうのだと、どうしても予算的に現実的じゃないよねっていうのがあったりすると思います。だったら中古でよ、あ、ごめんなさい、賃貸で様子見ようかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、これ賃貸ですね。平米で4000円を超えてきてると。だから、もし50平米だと20万に都内なんかはなっている。20万を超えてきている。管理費とか含めると、60平米とかだと本当に高いですよ。25万とかになってくる可能性があるっていうことがありますね。なので、家賃もじりじり上昇中っていうのが、あまりこれまでなかった現象。この22年ぐらいまで落ち着いてましたからね。23年になってから家賃もぐって伸びてきているっていうところで、いよいよその、更新の時期で上がることが多いので、それが実感される時期が来るんじゃないかなっていうふうに思ってます。中古マンション購入しようかなっていうふうに検討されてる方多いと思うんですけれども、都心ですね。都内23区といっても、エリアがあるので少し解説していきます。都心6区ですね、かなり高くなっています。で、一方ですね、城南、城西、城北、城東っていうのはもちろん上がってはいるんですけれども、この上がり幅、あるいはそのグロスの価格と比べて若干落ち着いているとも言える。上昇を牽引しているのは都心と、江東区だったりとか品川区、このあたりですかね。逆に城北とか上等は、比較的抑えめかなっていう印象もあるんですが、肌感覚としていかがですか？そうですね。豊洲とかの江東区とかの方とかも、70平米ないし、もうちょっと広いみたいなの求めると1億でも足りないような感じだったりとか、もちろんこれからも上昇して伸び幅はそっちの方が大きいかもしれないけれども、そもそもローンが組めなかったりそこまで伸ばせないっていう人も多いと思うので、特に世帯1200万ってなると、
まあ、旦那一人で1200万っていうよりもね、奥さんと旦那さんでこう4対6なのか5対5なのか分かんないけれども、まあ、そういうような方が多い中で、まあ、そういうのはちょっとチャレンジしづらいって人もいると思うから、まあ、もちろん投資観点でこの市場の推移がこれからも続くなら、投資だけで言ったら都心に春一択なんですけど、まあ、そうも言ってらんないだろうなっていう感じがすごい思っているので、うん。うん、まあ、しかも別に投資だけじゃないんでね、家購入って。うん、なんで総合的な判断だと思うので、その中でどこに住まいを選ぶのかっていうのは、まあ、悩ましいだろうし、まあ、上北上東っていうのが相対的割安感があるっていうのはなるほどなっていうような感じですかね。やっぱり このあたりかなっていうのはあります。逆にこっちに行っちゃうと、もちろん価格は比較的落ち着いてるんですけど、逆にハザードがあったりとか、逆にこっちだと都心に遠かったりとかっていう悩ましい問題があったりします。で、世帯年収1200万のターゲット物件はというふうに少し、ペルソナじゃないですけれども、例えばというところで、夫婦ともに都内勤務の正社員だとして、アラサーで、今の賃貸が手狭に感じている、家賃16万ぐらいを今、まあ、月々負担している。子供は考えているか一人ぐらいいらっしゃる。で、広くて通勤利便性のいい場所に引っ越したいとか、賃貸の更新が迫ってるとか、会社の家賃補助がなくなるかもしれないとか、そういった事情で、まあ、どうせ引っ越すんだったら家購入考えてもいいかなっていう層が結構いらっしゃると思ってます。なんか我々もお客様と話してそういった方が多いなっていうふうに思っています。で、我々としてはそういったお客様に対してヒアリングだったり内見を繰り返して、価値観を掘り下げていくっていう作業をしています。だいたい問い合わせくださるのって片方、ご夫婦のうち片方だったりするので、もう片方のご意見が必ずしも最初は聞けてないので、まあ、お会いした時とかにパートナーさんの価値観を深掘りして、意外と話してみると違ってとかあるし、内見しているうちに あなたそういう価値観を持ってたのねっていうことも新たな発見もあったりして、それを数週間続けるとゴールに近づくっていうパターンが多いんですけど、まあ最近周さんは結構かなり早い方も多いからすごいなとは思いつつも、そのあたりいかがですか？そうですね。確かに、夫婦の、希望条件とかがすり合ってるようですり合ってないってケースあるし、まあ大人2人でそういうガチの話をするのでこっぱずかしいと思っていて、実はね、だから間に仲介マンっていうのがいてファシリテートして、うん、奥さんどう思ってるんですかとか、うん、旦那さんどうなんですかみたいな、うん、そういうのが仲介手数料を払っていただくお金の半分ぐらいの価値占めてる気もしてて、やっぱり人間2人いると好みも違うし、そのリスク許容度も違うし、まあ趣味嗜好も違うから、まあそこのなんか最大公約数を求めていくみたいなことがまあ大事かなってのは思ってて、まあだから難しい作業とはいえ、一方でなんかこう早く信頼関係を夫婦と仲介マンで3社が気づいたときは、まあ、実はなんか決まるのって早いのかなとも思うっていう感じですかね。そうですね。そこが我々の腕の見せ所でもあるので、まあ、我々に限らず信頼できる仲介マン、まあ、買い仲介っていうのにご相談いただければっていうふうに思います。うん、最後ですね、激戦価格帯でもあるため素早い意思決定が必要です。当然、共働き正社員とかだと、このくらいの世帯の方が多かったりします。都内とかだと月々の支払いを考えても激戦ですね、すぐ決まっちゃったりします。で、7000万で買える中古マンションってどういうところなのっていうところを少しエリアも含めて解説していきます。これ都内の、まあ、路線図を載せています。この中ですね、まあ、中は当然高いんです、中見ませんの中とかは高いんですけど、この薄く囲っているエリアがちょっと狙い目じゃないですけれども、可能性があるエリアかなっていうふうに思っています。ぜひ LINE に登録してください。我々の LINE に登録いただければ物件情報等を配信します。一言、感想ぜひくださいと。ああ、そうですね。早く使いましょう。なんかあんまり情報収集とかリサーチとかって、まあ一定のところまでやったらそれ以上って僕あんま意味ないと思ってるから、一回買ったらまた買いたくなるので、一回買ってまあそこでポジション取って残債減らしつつ、もう一回5年後とかにインできるタイミングを見計らって、そうですね、欲しくなりますよね。なんか欲しくなりますよ。いや、人間の所有欲っていうのは果てしないなと思っていて、なんか一回なんかやっぱりやると、まあ、もう1回2回ってやっぱりなるから、
だから僕は家は買ってから探せって毎回言ってますけど、もう本当にそうだなって思います。家から探せ、買ってから迷えと。そうですね、買ってから迷えはやばいけどでもまあそんぐらいじゃないと買えないとも言えるかなとは思う。まあそんな感じですよね。ありがとうございます。ありがとうございました。